佐藤知景は、日本の文筆家、コンサルタント。兵庫県生まれ。東京大学教養学部卒業。1992年 NHK 入局。2001年コロンビア大学経営大学院修了。同年、ボストンコンサルティンググループ入社。ウォルト・ディズニー・ジャパンを経て、2012年に独立。現在は、執筆、講演のほか、コメンテーターとして、テレビ番組に出演。コンフィデンスアワードドラマ賞、日本放送文化大賞ほか、テレビ番組の審査委員を務める。著書は経営、リーダーシップ、MBA、テレビ論など多岐にわたる。1992年4月 NHK 入局。2001年5月米国コロンビア大学、経営大学院修了。経営学修士取得。2001年8月ボストンコンサルティンググループ入社。2003年6月、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に入社。2012年1月作家、コンサルタントとして独立。2014年4月、公益財団法人大学基準協会認証評価、委員会委員。2016年4月、TBS テレビ番組審議会委員。2017年6月日本ユニシス株式会社取締役。短著協調翻訳テレビラジオ雑誌ウェブサイト新聞。ありがとうございます。